はい、皆さんこんにちは。いや、 iPhone もね、なんか噂花盛りですけどもね、まあそれ以外にもね、ちょっと心配事などもありますけども、今日はですね、iPhone のニュースや噂ということでですね、2020年2月版として、まあここ1ヶ月ぐらいのね、ニュースや噂をまとめてみたいと思っています。はい、ということで、まず一つ目はね、2月7日のニュースです。ファストカンパニーというね、サイトですけども、まあ、金がね、噂されていた、新しい低価格 iPhone、こちらが3月に登場するんじゃないかということで、で、まあ、お値段がね、これ399ドルってことで、まあ、日本の今のレートだと4万3000円ぐらいだと思うんですけど、で、出るんじゃないかとね、情報筋ソースとして、報じているというね、ことでですね、で、まあ、名前についてはね、まだ、はっきりとね、させてないですが、SE2 または9とされると書いていますけども、で、まあ、各メディアがね、500ドル以下としている中ですね、まあ、このサイト独自のソースで、399ドルというね、可能性を言っているというね、ことでですね、で、まあ、中身としてはね、タッチ ID iPhone 8 デザインの 4.9 インチって書いてたんですけどね、4.7 じゃないんですかね、これね。で、まあ、記事では多くの低価格 Android ユーザーを、まあ、Apple のエコシステムに引き込むのが狙いとしていますけどもね。で、まあ、中古 iPhone ユーザーへの買い替えも促すということでですね。まあ、これ結構ね、待ち望んでた人多いんじゃないでしょうか。iPhone 8があって、SE がね、なくなってからだいぶ経ちますからね。まあ、このあたりね。まあ、シンプルにね、これ iPad にお金をかけて、こっちのiPhone についてはね、まあ、安い方でいいというね、使い方も一つのね、組み合わせではないかと私は思っています。で、お次、その iPhone 9というね、まあ、つながりで2月6日に CN ベータというね、中国のサイトがですね、韓国の KT ってね、結構大きいキャリアですけどね、私もプリペイドね、使ったことあります。で、そこの小売店で、ギャラクシーのこの予約開始とともにですね、iPhone 9というものもね、予約を開始したということでですね。で、AirPods をプレゼントしてもらえるなんていう風に、ね、なっていますが、で、このサイトによると、外観写真は8の外観を使っているらしいってことなんですけどね。で、記事では、A13 チップ、そして3ギガメモリの、ストレージは2種類、そしてタッチ ID で色は3色ということでね、まあ、お値段も同じ値段を書いていましたかね、こちらではね。で、まあ、その絡みで、いい話かと思っていたんですが、まあ、ここへ来てね、ちょっとね、まあ、難しい問題が出てきています。マックルーモアの2月12日の記事です。こちら、台湾デジタイムソースなんですけども、これがまあその SE2 または iPhone 9と呼ばれるものに向けてですね、まあ、この台湾のサプライヤーは順調に準備をしているということで、まあ、これについてはね、そんなに問題になっていないようですけどね。ただですね、iPhone 12、まあ、今年の後半に出るであろうと言われているもの、まあ、こちらの技術的な検証テストについては、Apple のエンジニアが中国出張を中止したためですね、まあ、これサプライヤー自体が業務が停滞してしまっているということでですね、まあ、なのでね、これ6月にね、生産に入る可能性っていうのは低くなってるんじゃないかとね、デジタイムスが言っているようですよね。で、ただ生産が通常より滞った場合でも、まあ、9月の発表するんじゃないかとしていてですね。で、まあ、その背景として A14 チップがですね、50-60% 増加予定だとしているということでね、まあ、ちょっとね、やっぱり開発面だとね、どうしたって中国出張ってね、アメリカからすると思うんでね、まあ、そのあたりが今ね、中止になっているということでね、まあ、やっぱりね、開発にはね、当然遅れが出るんじゃないかとね、思われますよね。結構ね、遠隔でやれることやれないことってね、ありますからね。私も中国出張ね、まあ、もっとテク系じゃないですけど行ってましたけども、やっぱ行かないと進まないことも多いんですね。で、お次、まあ、それ絡みでですね、この、まあ、iPhone の生産メーカー Foxconn、まあ、大規模にね、請け負っている会社ですけども、まあ、こちらの工場がですね、中国政府のウイルス対策がしているかどうかというチェックが理由でですね、まあ、2工場について旧正月以降の再開を、ね、止められてたというのがありまして、で、それがやっと2月10日に、
生産を開始したってことなんですけど、やっぱりちょっとね現地大混乱しているようなんで、労働力が 10% しか戻っていないというね、まあそんな感じでですね、まあ再開となって、これがですね、iPhone 組み立てラインの、遅延に世界的な影響を与えるかもしれないとね、ロイターが報じているというねことですね。まあこれね、一旦ね、確か、2月1日だか3日だかに、再開するのをね、止められてたっていうねことなんですよね。で、まあそんな絡みで、カルト・オブ・マックが2月9日に報じていますが、アップルは iPhone の生産の一部をインドに移し始めているって、まあこれはもともとやってはいるんですけどね、まあその、まあ台数とか比率をどうするかっていうことなんでしょうけど、このクオシ、アナリストですよね、のクライアントのメモというのね、まあこのサイトではね、言っていますが、まあ2月2日再開予定だった、こちらフォックスコンの工場がね、一番生産拠点として大きいんですけども、まあ、再開後の稼働率は40から60じゃないかと言っていますね。で、あとは2020年の iPhone、後半の話ですよね。これはですね、深圳で開発が行われていて、これ旧正月中も機能していたってことなんですよね。で、再開後の稼働はこれただ30から50ぐらいを予測しているということで、まあ、やっぱりね、結構ね、このクオシの予測も、生産に滞りがあるんじゃないかというね、感じのようですよね。で、まあそんなこんなでですね、9to5Mac でも同じくクオシの、まあこれ別のメモなんですかね、まあ予測っていうのをね、やっていますけども、やっぱこれ第一四半期って、まあ今年の1、2、3月ですけどね、iPhone の出荷が 10% 減少するんじゃないかってことで、で、まあ、3600から4000万台じゃないかと言っていますよね。で、第2四半期4、5、6については、まあ、今現在ですね、まあ、その感染症、肺炎のですね、話が、全く見えないんでね、予測はできないとしていますよね。で、まあ、それに伴って、このワイヤレス充電器やエアタグ、オーバーイヤーヘッドホンって、まあ、これ、クオシが、ね、予測していたようでね、これ、後でやりますけども、これの立ち上げもちょっと遅れんじゃないですかみたいなことをね予想しているようですよね。で、まあインドはね、この先ほど生産拠点としてのね話が出ていましたが、1月31日、9to5Mac ですと、このカウンターポイントリサーチというね、まあこれリサーチ会社がこのインドの市場で、昨年 iPhone の出荷が 41% 増加したってことでですね、で、これが1位が iPhone XR だったそうなんですよね。で、まあ、他のスマホも入れるとサムスンの Galaxy が、S10 プラスというのと1プラス7 Pro というのが、2位3位と続いてたそうでですね。で、インドはこの超プレミアム路線として iPhone 11とかね、XR 売ってるんですけど、インドのね、プレミアムスマホ全体が 29% 成長していた、ところですね。iPhone がですね 41% ということでね、上回ったというねことなんですね。で、あとはね、これノックダウンで組み立てのみを行っているインド生産ですけども、まあ、ちらほら基板の話とかも出ているような話を聞きましたけどね。で、まあ、これ今はね、これ部品全部入れてインドで作ってるってことなんですけど、まあ、これにシフトすることによって、中国の工場の分をまあ、埋めようとしているのかもしれないですよね。市場自体も伸びてますからね、インド生産伸びそうな気がします。で、お次これいいニュースですね。昨年の10から12月、まあ、一般的には第4四半期と言われているね、ところですけども、世界のスマートフォン市場で iPhone、Apple がね1位を取りましたということでね。で、これがシェア 18%、こちらで7290万台という、ね、ことでですね、サムスン、ファーウェイにね、差をつけて勝ったようですけどね。まあ、ただ2019年トータルで言うとですね、やはりサムスンが、まあ、1位、そしてファーウェイがですね、アメリカとの、まあ、このいろんなね、バトルを経てですね、2位を獲得しているということでね、まあ、ちょっとね、このあたりはね、アップルが抜かれた形になっているようですね。で、あとはね、特許話ですね。2月4日のマックルーマースで、こちらはですね、特許取得したってことで、
まあ、アメリカの特許庁のような、ね、ところでこのヒンジの機構が、まあ、ちょっと、ね、工夫された折りたたみ iPhone みたいなね、まあ、iPhone って書いてないんですけどね、デバイスを、まあ、特許を取得したということで、まあ、ここ数年この折りたたみ系はアップルもねいくつかあの特許をね取得していますけど、まあ、ただまあ特許は特許なんでね、まあいつ発売するかやらないのかわからないという部分はあるでしょうかね。で同じくねこちら特許ですが申請したって話ですね。1月28日のアップルインサイダーではこのようにですね、まあ、何かねこう MacBook のようなものに iPhone、iPad がねはめ込んで、まあ、機能拡張ができるようなねデバイス、アクセサリーデバイスとして、まあこれを申請したということでですね、まあ、これ iPad がねディスプレイ部にはまってたり iPhone がトラックパッド部にはまってたりね、結構ね面白いですけど、まあ、説明としては単独では使えない内容となっているそうですね。で最後ですが、これ1月末に Mac Rumors が報じていますが、アナリストクオ氏が予測を出したということで2020年の前半の話です。でこれエアタグって、まあ、忘れ物防止タグの話だと思うんですけど、それについてね出ていたり、まあ、これ前半に売るかもしれないものっていうのでハイエンドのワイヤレスヘッドホン、そして 4.7 インチの iPhone、まあ、これは SE2 とか9とか呼ばれているもんですね。でその他、まあ、これ iPhone ではないですが iPad Pro、 MacBook Pro、 MacBook Air といったものがね、まあ今年の前半の予測として出ているという、ね、ことですね。でこれはアップルの噂1月版の時のね、スライドの再掲ですけども、まあ、これブルームバーグとかもですね、その例のね SE2 みたいなものの話をね、出していましたからね、まあ、このあたりはね間違いないのかなってね感じはしますけど、まあ、ただねちょっとね2月生産開始なんていうのはね、どうなっていくのかというのはですね、まあ、少しね気になる点ではございますね。はい、ということで、まあ、楽しみな、ね、ことと、まあ、ちょっと心配なこととね、共存したようなねこの1ヶ月でしたけども、まあ、やっぱりね3月のね、新しい低価格っていうのはね結構ねなんか正直楽しみにしていてですね、まあ、やっぱりねいろんな人に iPhone 使ってほしいなって私も思うのでね、期待しているのが、まあ、その iPhone SE2 とか9とかいうねものだと思います。それでは今日はこの辺にしたいと思います。この動画が役に立ったと思ってくださった方はいいね、そしておすすめ動画とチャンネル登録の方もよろしくお願いします。